皆さんこんにちは。今回は前回ご紹介した如意輪寺に行く直前に参拝した奈良県吉野にある南朝皇居吉水神社のご紹介です。源義経と後醍醐天皇が好きな私はとてもとてもテンションが上がる思い出のある場所になりました。まずぜひ知っていただきたいのが、吉水神社の門前に掲げられた漢字10文字で書かれた十字の歌です。以前浦関さんのチャンネルでコラボさせていただいた村上海賊ミュージアムの朝鮮貴族像の手が十字になっていることについての考察でお伝えした十字が、この吉水神社の門前に掲げられています。吉水神社のパンフレットに、この十字の漢詩を後世に残すために、この後醍醐天皇の南朝皇居である吉野の安宮の門前に掲げていますと書かれていることから、とても重要な十字の歌であることがお分かりいただけるかと思います。ちなみに安宮とは、簡単に言うと天皇の仮の御所のことです。この漢字10文字の天光線を虚しゅうすることなかれ、時に判例なきにしもあらずという歌は、後醍醐天皇の忠臣小島貴教が隠岐に流刑される後醍醐天皇を奪還できず断念した時に、中国の故事である十字の歌を表すこの漢詩を桜の木の幹に刻み、後醍醐天皇へメッセージを送り、天皇を勇気づけたとのことです。またこの桜の木に彫られた漢詩を発見した兵士たちは、何と書いてあるのか理解できなかったのですが、後醍醐天皇のみこの漢詩の意味が理解できたと言われています。ではでは、本社への通路左手側にあるのは、1594年に豊臣秀吉が5000人の家来と吉野で花見をした際に、花見の本陣となったここ吉水神社では、その花見に際して豊臣秀吉自ら基本設計を行った安土桃山時代の日本庭園、名所吉水院庭園があります。この庭は神仙思想に基づく鶴亀蓬莱の庭とのことです。では続きまして、境内入って右側が本社、左が書院になっています。本社には主祭神の後醍醐天皇、南朝の忠臣楠木正成公、祈水院宗神法院を合祀しています。吉水神社の参拝方法は、日本で唯一柏手を17回打ち参拝します。二礼してから柏手を17度打ち、最後に一礼します。17度打つ柏手は、日本神話古事記に書かれている一番最初に生まれた神様の雨の水主の神から、イザナミの神までの17柱の神様に対してとのことです。ちなみに吉水神社の宮司さんによると、一般的な参拝方法の2回お辞儀と柏手を行う理由は、天照大神の父と母であるイザナギの神とイザナミの神への感謝と敬いの形だそうです。このことを聞いてから、私は神社で柏手を打つ際に、ご先祖様やお父さんお母さん、産んでくれてありがとうと思いながら行うことにしています。ではでは、吉水神社は世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道の構成資産となっていて、国の指定重要文化財である日本最古の書院建築とされる書院を今からご紹介します。入ってすぐの間は源義経選挙の間。1185年文治元年、源頼朝の追手から逃れるために、義経が静御前や弁慶らと共に約5日間隠れ住んだ場所です。しかしすでに鎌倉から義経追悼状が吉水院に送られていたため、義経は山伏の姿で女人禁制の大峰山へ弁慶らと向かうため、静御前をここに残し旅立つことになりました。そのため、ここが静御前と義経が2人で過ごした最後の場所になりました。では続きまして、書院の奥には
後醍醐天皇の玉座の間があります。天皇が過ごした場所にしては少し狭いような気もしますね。ですが後醍醐天皇が過ごされた場所だと思うと感慨深いですよね。今日の火山院から行幸された後醍醐天皇は1336年の延元元年に吉野に逃れ、喫水院宗信の擁護のもと、この吉水院を南朝の皇居とされました。南朝四代と言われる後醍醐天皇、後村上天皇、長慶天皇、後亀山天皇の57年の歴史はここより始められ、現存する南朝唯一の暗宮となっています。さてさて、ここからは書院にある合計百数十点の文化財や宝物展の一部をご覧いただきますが、時代の移り変わりの中、陛下を免れ、大切に残されてきた数々の大変貴重な国宝級だと思えるような文化財が昔のまま書院の中に素朴に展示されていて驚きでした。奈良吉野の悠久の歴史に浸ることができる素晴らしい展示空間です。ではここで南朝皇居吉水神社についてお伝えしたいと思います。もともとは吉水院と呼ばれ、661年から683年の白鳳年間に縁の行者が建立したと伝わる、もともとはお寺だった場所です。また縁の行者の創立とされる吉野の金峰山寺の僧帽でした。ちなみに僧帽とは寺院内において僧侶が生活を送る居住空間及びその建物自体のことです。吉水院は明治初期の神仏分離令発令後廃寺となり、後醍醐天皇楠木正成公を祭神とする吉水神社となりました。ではでは、続きまして豊臣秀吉が吉野で詠んだ歌、年月を心にかけし吉野山、花の盛りを今日見つるかな。この歌にあるように、豊臣秀吉が吉野で盛大な花見をした際に、この吉水院を本陣とし数日間滞在し、吉野の春を謳歌する様子を展示された様々な豪華絢爛な寄贈物から感じられ、安土桃山時代にタイムスリップした気持ちになりました。では続いて書院内の庭園奥にある法華門の紹介です。吉水院は大峰山への入山許可証を発行する場所でした。古来より山伏たちは法華門で無事平穏を祈り、くじにより邪気払いを行ったと言われています。後醍醐天皇は朝と夕方、この法華門にて吉野から北に位置する京都の空を仰ぎつつくじを切ったとされています。また楠木正恒公も出陣に際し法華門にて九字神宝を切り結んだと伝えられています。ちなみに民間に伝わった陰陽道には、安倍晴明が考案した晴満や晴明門とも呼ばれ、晴明神社の社門にもなっている五芒星の魔除けの図形の樹布と、芦屋道満に由来する道満と呼ばれる陰陽道や修験道で用いられる九字切りを図形化した縦4本と横5本の線を交差させた樹布があります。はい、いかがでしたでしょうか。今回は後醍醐天皇を追って南朝皇居吉水神社のご紹介でした。もし間違っている点や補足があればコメントで教えていただけたら嬉しいです。またチャンネル登録、グッドボタンもお願いいたします。励みになります。ここまでご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。